大阪弁護士会プレゼンツ。隣のベンさん。ベンさんは大阪弁護士会に所属する弁護士さん。でも私にとっては頼れるお隣さん。さて、今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう。大阪弁護士会プレゼンツ。隣のベンさん。 リスペクトされていますかあなたは私はこの番組は一人一人の思いを大切にする大阪弁護士会がお送りします こんばんは MBS アナウンサーの西村あ子です先週に引き続き大阪弁護士会副会長辻村幸寛弁護士ですこんばんはどうも副会長の辻村ですよろしくお願いいたします辻村弁さんはもう M1 の話してくれたりあとコーチングもう多彩なね多彩ですわ本当にご自身で言うのが面白いんですけど多彩な人間ですね弁護士業務の中でね一番楽しい時間に 和解成立の時ってて書いインタビュー,ーこれはどういう時なんですかいろんなお仕事をしてて、はいまあ、トラブルですよね基本的には A さん B さんがもめてるお金のことやら、うん、離婚やらなんちゃらってもめてる中で裁判せなあかんケースも多いんですけど。うんうんはい できれば、事前に話し合いをして、うん、ええところを探って、うん、お互いこれでいこうや、ということが。うまくいったら、和解って言うんですよね。話し合いで、うまくいったら。はい、はい、はい。その和解が一番、僕は好きなんですね。やっぱり、うまく、その、お互いが、殴り合わずに。うんうん、ここでいいよね、っていう、真ん中のゾーンが見つかったら。うんうん、にこやかに、最後終われるじゃないですか。ああ、そうか。ここは許したろとか。これでオッケーって言った時に、やっぱり、その、ハンコつく時に。うん、まあ、解決する喜びが。 あるじゃないですか。うん、判決やったら勝った負けたなるし、はい、人に決めてもらうし。その過程でちょっとお互い傷つけ合ってしまうこと、うん。そうです。そうです。自分たちで自分たちの解決をするというのは一番美しいなと思ってて。うん、そこを納得がで言って、できたら、いっぱい嬉しいなっていうポジティブな解決法やと僕は思って。うん 和解が好きなんですあその瞬間が辻村弁さんもいいなっていう、ねはい、でそれ工夫してね<ー>こことここ向この言葉やったら向こう嫌やけど、うん、ギリギリこのワードやったらいけるとか、はい、そこ探ってなこれ実力じゃないですか弁護士の力でその表現、うん、日本語をうまく使うことで相手とここのちょうどツボを探すみたいなところがまさにスキルじゃないかなと思うので。 和解は結構奥が深いんですよ。へえ、そうなんですか。なんで、僕は好んでますね。九割ぐらい和解してますね。仕事じゃ。本当に。はい、あの、べ、事件でやっても判決盲点とかいう風に、せずに。全部詰めていってくって裁判やってても、裁判の途中でも和解はできるんですけど。裁判やっていく中で、市長立証って詰めてって。ここは弱いな、ここはいけるかもなっていうのが見えてくるじゃないですか。見えてきたら、やっぱりその判決もらわなくても、この八割のとこが一番ええと。 こ,こちゃうかみたいなこっちも譲歩してここまで譲ったらいいんちゃいますかとか今は払われへんけど分割やったら10回で払えるからとか、うん、間を取るようなこともできますんでマックスをちゃんとやりきってうん、うん、裁判もしっかりやった上で最後の最後の命令のところで和解するんでそれを適当になんか半分でとかうん、うん、もう初めでそんな頑張りもせずに何となしにこんだけでとかやったら説得力ないじゃないですか、うん、でもしっかりやるだけのことをやった上でよく話し合ってここがええとこちゃいますかみたいな。 じゃあそれでお願いしますみたいに一番美しいですねその形が他に、うん、民事調停官のご経験もあるんですね、はい、これはどういうお仕事なんですかです、ねえー、とこの間もね家事調停官の方が喋ってはりましたけど、はい、非常勤裁判官って言って弁護士から週一でパート勤務みたいな、うん、パート裁判官ってやつなんですけど週一裁判所に勤めて一日 もう裁判官と同じように働くんですけど。裁判官の立場で。民事調停官ってのは民事の事件を調停、まさに民事調停なんで。はい、あの話し合いの手続きで調停手続きってあるんですけど。はい、その調停の主任として、まあ真ん中に座って、はい、調停員二人つけて。はいええ、お話を両方が聞いて、こう和解をさせる、まあ調停をさせるという仕事です。あ、はあ。そのまあ、例えばトラブルはいろんな分野に。いろんな分野ありますね。建築から。建築。 建築事件がもう特に多かったんですけど大阪の大阪地裁の大住民事部っていうところでやったんですけど、はい、そこ建築専門部なんですよ<ー>だから住宅の問題とか欠陥住宅問題とか、はい、あるいはあの工事代金払うや払わへんやみたいな出来<ー>がええからこんだけわとか<ー>っていうようなことをよくやってましたけどそうじゃなくてもいろんな調停いろんなトラブルがあの持ち込まれます。うんう 弁護士さんたちがまあ調停で来るわけですよねそうですいつもの弁護士という立場ではまた違う関係性じゃないですか、うんはい、そうですねまあちょっと扉開けた瞬間にやってするんですが <laughs> あの先生やとかなるんですけど、はい、でもそこはこっちもちゃんと毅然としとかなかので、はい、あどもどもとかできないわけですねに,まあにこやかにするぐらいで受け入れて、うんはい、でちゃんと言うべきことはしっかりとあ、あまあ仕事ではまあその知ってる知らないっていうのも関係ないよ関係ないです僕らはまあその ボクサーと一緒な一緒いざこう試合に立ったら別に友達でも殴らなしゃあないじゃないですかだってもうそれを恨みでやってるわけでもなくてプロとして話してるのでそこはちゃんと分かり合った中でプロとして,、はい、としてエコ引きもしないし、はい、ちゃんとねやってもらうことはやってもらうと。 いうことでございます。そうなんですか。うん、またちょっと普段の業務とは違った大変さもあるんじゃないですか。そうですね。両方の話を聞くんですね。調停官っていうのは、ね、うんはい、当事者の、まあ、いた、申立人と相手方。うん、争っているのを交互に読んで話を聞くので。あ、そうか。同時じゃないんですよ、ね。そうなんですよ。はい、で、だから。 ここだけのの話っってていうのも入ってくるんです A さんからはこれは向こうには言ってほしくないけどこんな事情があんねんとかここまでは言っていいとかっていうのを明確にしない場合もあるので。 例えば事件として100万返せとか言われてる事件で「ほんまは80万は返してもええと思ってるんですけど」とか例えば A さんが言ってても「渾身は50万しか返したくないけど80万まではいいと思ってる」みたいな情報が出るんだけどそれをそのまま相手に「80万まで出ますよ」と言うとこれフェアじゃないので「50万は出せると言ってますよ」としかこっちは言わんとことかこの辺のこの微妙なこのあんをすんのがなかなか 緊張ししますね難しいですね難、はいでそんなこと言ってほしくなかったとかで潰しちゃうこともあるわけですよ失敗してそこまで私言うてませんよ、はい、このことは言ってほしくなかったのにとかもあるのでそのギリギリのこの最大公約数の部分も、うん難,はい、難しいんですけど、まあ、それがまあ楽しくてねそ,のそ,それをやるのがまたヒリヒリしながらやるのも楽しかったんですけどね。ああ はい、それをこう楽しめるんですね。はい、辻田さんは、まあ年のその子のいい読み合いをしながら、腹を探り合いながらやっていくっていう。っま、はあ、バフェアにやらないといけないんで、やっぱこっちは本んこう言ってますよとかいうのもあんまり言えないし。うん、ギリギリの線を探っていくっていう。えそのスキルはどうやったら身につくんですか。はい、先週のコーチングのやつじゃないけど、その。ここまではほんまに思ってはるなとかいうのは、うん。 やっぱコミュニケーションがやっぱいっぱいやってるからわかるわけですよ。で事件もやってるから自分が別の立場で弁護士として動いてることも分かってて肝心が分かっているので弁護士の気持ちも分かるしで当事者がどうもそうなんです。その中でここの辺までいけるなとかこれを言って相手起こるなとか、はあ、そのまま伝えたらダメな言葉もあるんですよ。だからそうなんですかそれちょっとオブラートに包んだり表現を微妙にこうチョキチョキして伝えるとかいうのはいろいろありますね<ー>工夫はしてます。 そんな辻村弁さん座右の銘が三つあるそうで三 <laughs> つ言っていいんですか <laughs> 言ってくださいちょっとまず一。うん。涙と笑いと感動の人生おこれはこれはね奥さんが言ってた妻が言ってる言葉なんですけど、はい、妻の言葉妻の言葉で僕も思ってることをうまくまとめてくれたなと思って、うん、結婚式で言ってたんですかねなんか こう涙と笑いと感動のある。結婚式にしよう。みたいな感じでで、結局僕生きてるからにはなんか人生こう。謳歌したいなと感動。例えばなんか人生の中で泣いたり笑ったり、なんかこう感情が触れてる時間が長ければ長いほど。うん、なんか幸せな人生じゃないかなと思うわけですよ。だから感動でこう。涙ビビビビとなってる。うん が多い涙もまあ嬉しい涙もありますし「うん、で笑いは楽しくてあってこうなんかこう波長が多くなるような、うん、え人生を送りたいなと思ってたんで、うん、まあビビこれいい言葉やなと嫁はんからもらっていい言葉ですね、はい、そうです、ね、だからそれ僕、うん、ホームページに自分の紹介でもこれに近いこと書いてます、ね、あそうなんでほんまに座右の銘と言えるかもしれないですね。<ー>はい、えで二つ目ははい これはアインシュタインの言葉とされてますけどコーチングの中でで出てきたんですよ、はい、結局興味を持って全てのことに質問をしようっていうことなんですけど、うん、これってすごいなと思ってもう好奇心の塊みたいなそういう気持ちでワクワクしながらべて「えこれなんで?」とか「どうなってんの?」とかって思ってたら。うん 人生楽しいやろうなと思って、好きな言葉です。はあ、クエスチョンエブレスイング。そして三つ目。世の人は我を、何ともいわば言え、我がなすことは、我のみぞ知る。ほう。これは坂本龍馬の言葉とされておりますけど。はい,はい、はい。これは、ぼ、まあ、僕は。最近座右の銘になったんですよ。よ<ら> <laughs> それって、本当に座右の銘かってう。<laughs> 高知に旅行して、坂本龍馬記念館。はい。この文章を読んだ時に、はい。 まさにこの通りやなと思ったんですよ結局いろんな今ってしんどいじゃないですか人の身を気にして世間がとか SNS でもとかいろいろねッ言われたりしますしそういうのは関係ないと自分がこうと思って人に何とでも言わしとけば自分がこう思うことを追求した方がいいよっていうのをまさにこれやなと思ってそれは自分だけが知ってるういうほんまですよね これアドラー心理学にも通用すると思うんです何ですかどういうこと他人の人生を生きないっていうかあ自分軸で自分の人生生きろよっていう,そう,そう、はい、嫌われる勇気っていう本が売れましたけど、はい、ま,たまさにそういう人に嫌われてでも自分が本当はしたいことっていうのを追求した方がいいんだよということとも僕はつながってコーチングとかアドラーとかと坂本龍馬のこの発想がつながって好きな言葉になりましたそうなんですかいいですね、うん、座右の銘三つ,つちゃんとクリアしましたよ この五月はずっと辻村弁さんに来てもらっていろいろお話を聞いたんですけど本当に楽しかったいろんな話ありましたよね,ね,ね<ー>それを言われるために頑張りましたねあのいつも他の方来ても <laughs> 本当にまた来てほしい、うん、言い方でとかって言ってあるじゃないですかあれ言われへん方どうしようかなとで <laughs> <laughs> 今月は辻村弁さん番組ではメールや街頭インタビューで 弁さんのイメージ弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしています今日は車椅子の方とご一緒の女性に後見人のお話でインタビューしていますこういう障害者の方たちって親が先に亡くなるのであの後見人さん弁護士で立てるとかあの親戚の方になってもらう場合もありますけど財産管理とかしてもらう分で弁護士さんにお世話になってるとは思います 今月は頑固そう、傲上そうに見えるといったご意見をいただきました。あなたも一票投票しませんか？詳しくは番組ホームページをご覧ください。それではまた来週。大阪弁護士会プレゼンツ。隣の弁さん、リスペクトされていますか？あなたは？私は？この番組は一人一人の思いを大切にする大阪弁護士会がお送りしました。